堀部勝四郎堀部勝四郎から1896年6月25日は、明治時代の政治家、実業家、衆議院議員、陽名は正三郎、幕臣、仙台、堀部勝四郎の子として、尾張名古屋半領愛一軍前津小林村に生まれる。15歳の時に、江戸に渡り、塚田院四郎の門に入る。その後、京里に戻り後福福物所を開業し、 解散問屋を開くなど、多角経営に乗り出す。名古屋区会議員、同議長を経て、1879年、愛知県会議員に当選し、1882年、再選し、区部会議長及び上地委員を兼任する。1885年12月、県議に参戦を果たし、区部会議長及び県会副議長を歴任し、1888年1月、 議員を辞した。他、商業会議所会頭、名古屋解散省組合長、第46国立銀行、愛知実業銀行各、取締役、日本共立基線社長、名古屋電気鉄道、尾張盆石、名古屋倉庫各、取締役、愛知育児院、第日本製薬院各副委員長などを歴任した。八百九十年七月の第一回衆議院議員総選挙では、 愛知県第一区から出馬し当選。衆議院議員を一期務めた。ありがとうございます。